浜田から攻撃開始。ラストバッターです。スタメンは林選手がサードとして出ていましたが、打球を顔に受けまして退いて、この浜田が変わっています。試合によくこの人がね、ティーバッティング、はい、かなり強くこう叩いてるんですがね、はい、それも最初は少し 2,3 歩こう勢いつけてバーンと叩いて、うん、その練習から入ってますね。あれはいい練習なんですよね。ほうほう、だから割れを作る練習なわけですよね。割れを、はい、普通に振るんじゃなくて、勢いつけていけば腰は絶対に残ってるわけですよね。なるほど。それを作るための練習なわけですよ。はあ、はあははあ、1、2の3で振るんじゃなくて、1、2ってこう、まあ、1、2、3で振るんですけど、はい、そのタイミングをね、その作るための練習の一つでもあるわけですよね。かなり多く時間かけてますね。はい、まあ、浜田君だけじゃなくて、調子が悪くなったらやる人何人かいますよね。あーはー、そうですか。落合、はい、今解説者ですがね、はい、この落合さんが清原をそれをもっとやっていいんじゃないかと、キャンプの時に言ってましたがね、はい、それとスイングを早く打つ、早打ちっていうんですか、はい、のがありますね、はい、それをもっとやればという言い方してましたね。あ、1番柴原、左が続きます。大栄打線、ストレートを投げました。2ワンです。4点をもらって藤本さん、ポンポン投げ始めましたか。はい、なんか調子乗ってきましたね。乗ってきましたね、はい、カーブです。これもセカンドゴロ、ほとんど正面、2アウトになりました。先ほど金田投手は調子に乗るタイプというね、はい、話がありましたが、4点というのはピッチャーにとっても大きいでしょう。そうですね、調子に乗らせたらいけないピッチャーですよね。あ、なんとかそのね、塁に出て走ったり、そういうね、かき回したい、はい、かき回したいですよね、このピッチャーはね。2アウトランナーなしで柳田、ランナーがいる方がかえって打ちやすいんだということを話している柳田ですが、ここはランナーいなくても出て湯内国母につなげたいですがね、はい、ワンエンドワン、これもセカンドゴロです。スリーアウト、浜田レフトフライ、柴原セカンドゴロ、柳田もセカンドゴロに倒れまして、5回の裏0点に終わりました。ここまで5対1、オリックスがリードしています。ご覧のランニングスコアですが、それではそのダイジェストご覧いただきましょう。先発大栄西村、
オリックスはカナダで始まりました。3回の表、これがフィルダースチョイスになりまして、ノーアウトランナー1塁2塁。そしてご覧いただきます、谷です。ライトは秋山、ランナースタートを切りました。セカンドへまず送ります。これで2アウト、1塁も変えらず、珍しい30殺、トリプルプレーが成立しました。喜びの大芸。その裏の攻撃です。柴原4球、フォアボールで出ます。国防、これがタイムリーツーベースヒットになって、柴原長期生還、1対0と大栄が先取点を奪いました。しかし4回表、一郎通り、このワイルドピッチ、ランナーが進みます。このヒットと秋山のエラーがつきます。これで一郎に続いてプリアムも生還です。そして5回の表、谷がヒット、一郎敬遠の後プリアム初球を打ちました。左中間スタンド、第5号のスリーランが出ました。これで先発の西村はナックアウトされました。5対1、オリックスがリードしています。何としても痛い5回のスリーランです。外国人選手はやはりここ一発という力を持ってますし、初球から打ってきますんでね、怖いですね。このプリアムという選手は藤本さん、はい、どんな性格をしている選手ですかね。陽気ですよ。陽気、はい、大体外国人は陽気な選手は多いですね。そうですね、休みがあれば釣りに行ってる釣りという感じですかね。あ